平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、首都圏のターミナル駅周辺で多くの滞留者や徒歩帰宅者が発生し、混乱が生じました。品川区では東日本大震災を教訓として、ターミナル駅周辺地域や国道15号周辺における災害時の安全確保及び混乱防止を目的とした5つの帰宅困難者対策のための協議会を設立しました。当協議会は官民連携の共助の取り組み組織として、駅周辺の民間事業者や交通インフラ機関、地域団体、行政機関から構成されています。災害時には協議会が品川区災害対策本部や警察、消防などの関係機関と協力し、駅周辺の情報収集や帰宅困難者に向けて、帰宅困難者の受け入れ施設である一時滞在施設の情報提供などを行います。当協議会は平成30年度の設立以降、協議会としての基本的な活動方針を示す滞留者支援ルールを作成し、毎年ルールに基づく訓練を継続的に実施しながら、ルールの改善や活動の具体化を図っています。大崎駅は4つの路線が通過する駅で、1日平均約40万人以上が利用するターミナル駅です。駅周辺は再開発が進み、にぎわいのある町へと変化を遂げ、オフィス街のほか集客施設が多く立地しています。当協議会では各会員が協力連携し、大規模地震などの災害発生時における大崎駅周辺の安全確保及び混乱防止を目的として、年3回の協議会と1回の実地訓練を通じ、滞留者支援の実効性を高める活動を実施しています。災害発生時の活動においては、滞留者支援ルールに基づき、災害の発生に伴い大崎駅の公共交通機関が運行停止となった場合に、協議会会員が自動参集し、活動拠点の立ち上げを開始します。さらにタブレット端末やホワイトボードなどを用いて、公共交通機関の運行情報や地域の被害状況、一時滞在施設の開設情報などの収集整理を行い、品川区と連携して滞留者へ情報の提供を行います。令和3年度の訓練では、新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、活動拠点において立ち上げフェーズを主とした情報収集及び情報整理訓練や、大崎駅周辺における混雑が予想される場所の状況確認を街歩きにより実施しました。また年に1回、区内5つの協議会が一堂に会して、専門家などによる講演や各協議会の取り組み状況の共有により、帰宅困難者対策の実現に向けた意識高揚を図っています。このように品川区では様々な団体が協力して、帰宅困難者対策に関する取り組みを進めています。発災後、徒歩帰宅者で道路が埋まると車両が通行できず、救出・救助活動の妨げとなります。余震に遭う可能性などもあるため、むやみに移動せず会社や学校へとどまる一斉帰宅の抑制にご協力ください。品川区では帰宅困難者対策の周知・啓発を目的としたリーフレットを作成しています。災害時に帰宅困難者になった場合の対応や、日頃から必要な備えについて、会社や家庭で対策を進めるときにご活用ください。リーフレットは品川区防災課窓口で配布しています。品川区のホームページ上からダウンロードできますが、社内での配布のためにまとまった部数が必要な場合は、防災課までご連絡ください。